はい、誰だ俺だ、カシラだ。ということで今回はオーバーウォッチの速報を話していきたいと思うんですけど、なんとですね、バスティオンとトールビオンが、一時的に使用禁止になりました。おめでとう。いや、おめでとうじゃねえんだけどさ。はい、で、こちらのヒーローのランプをちょっと見てもらうとわかるんですけど、トールビオンの方がね、こう、アンロックされてて、なおかつバスティオンが除外されてるという、そんな状況にね、ただいまなってるんですよ。原因としてはね、トールビオンの方がね、ちょっと調べたんですけど、いまいちもこみちちょっとわかんないんですけど、で、バスティオンの方がなんとね、無限ウルトグリッチが、発見されてしまったということなんですよ。まあ、普段ならね、バスティオンのウルトっていうのは最大3箇所を空から砲撃するみたいな感じのね、こうウルトなんですけど、EAA さんのこう記事によると、しかしこのタンクモードが制限時間内なら、無制限に撃てるグリッチが発生中。オーバーウォッチリーグ元選手の、なんだこれ、俺よくわかんない。シアグリ氏の、クリップでは着弾地点を示す赤い円で地面が埋まっていく様子が確認できます。トレーサーなどの移動アビリティを持ってない限りこの重毛爆撃から逃れるのは不可避ですというね書いてあるんですけど、ちょっと見ていきましょうか実際に。はい、ということで実際にその無限グリッチの動画を見ていきましょう。はい、レッツゴー。はい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 、ウルト来たね、ウルト来たね。バスティオンの普通3箇所よ、普通3箇所。あらららららら、やばい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 、なんだこれ、ジャパニーズ戦なんだこれ。いや、この表情なるて、これは。いや、もうこれぞ生死の雨ですね、完全に。はい、ということで今見てもらった通りね、制限時間内であればもう無限に砲撃が撃ててしまうという今バグがね起きてるらしいんですよ。なので今そのバスティオンが使えなくなってますよっていう感じになっております。はい、でね、オーバーウォッチのツイッターの公式アカウントの方では、バスティオンとトールビオンのアビリティに不具合が発見されたため、彼らは一時的にお休みしますと。まあ修正完了までバスティオンは全てのモードで利用できなくなりますが、トールビオンはクイックプレイでのみ、利用可能ですということになっております。ということでいかがだったでしょうか。実際にね、頭はこのバグ、まあ、この無限ウルトグリッチにはね、俺遭遇したことないんですけど、これ見てる方でね、私俺遭遇したよ、最悪だったよ、やばかったよ、ありょはせよという人はぜひね、コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。